こんにちは、横田健です、今日はですね、ちょっと募集をさせていただきたいなと思います。募集ですね、どういうものどういう方を募集かっていうですね、自分の家で食べ物を作っている人、庭でもいいし、自分の家の中でもいいし、そしてビジネスで仕事として食べ物を作っているあなたでもいいんですね。そういう方を募集させていただきます。条件、そして僕が無料で宣伝させていただきます。無料で広告を僕があなたのいう、ホームページとかブログとかツイッターをご紹介させていただく、紹介させていただくという、募集です。なんで僕はそんなことをするかっていうとです、その前にですね、この今光ってるのがあるじゃないですか。それは自分ここで食べ物を作れるんですね。どうだったっけな、サブウェイとかいうところでもサラダっていうかレタスかな、なんか作れたりするんです。これで作れます。そういうのをまたご紹介させていただきます。今度ご紹介させていただきますけど、そういうように自分自身で作ったりとかですね、そういう方を、やっぱりちょっとネットワークっていうかですね、そういう仲間作りをちょっとしたいなと思いました。なんでそう思ったかというとですね、ワンピースっていう映画じゃなくて漫画があると思うんですけど、ワンピースのルフィみたいな生き方を僕もですね、そしてあなたもやっていったら面白いんじゃないかなと思いました。それぞれが自分の仲間で、それぞれが自分の役割をして、そして少しばかりのお金を持ってっていうのは、少しばかりに食べ物を持ってっていうことなんですね、僕の中で。で、一人一人が自分がやりたいこと、自分の得意なことっていうか、使命っていうか、ワクワクすること、趣味とか何でもいいんですよ。その、半 X の部分ですね、そこをやってたらとかやってたらですね、やっぱり輝いてるんで、そこに観光っていうように光を見に来るように仲間も集まってくるんです。だからルフィがいるからこそ、いろんなゾロとかなんだかんだみんな集まってきたと思うんですね。チョッパーとかですね。だからそういうような、一人一人が輝いて、そして、食べ物も作っててですね、同じ方向性があって、いう仲間ですね。そういう、どういうかな、条件としては、そういう自分が食べ物を作っててですね、そして、将来的に、お金の価値がもしかしたらなくなるかもとかですね、もしかしたら、物々交換とか、物とサービスの交換、サービスとサービスの交換っていうのができてくるのかなと思われている、その勘のいい方っていうか、そういうような方の集まり、そういうような人たちのつながりを作っていきたいなと。それぞれの分野でやってる人たちがいるんです。その人たちがつながってないんで、そういう方々を、つないでですね、ワンピースだったら海賊同士がですね、コラボ組んでみたいな感じでですね、より大きな、より楽しい、より連絡の取りやすい、そういうものを作れたらいいかなと思いまして、募集させていただいています。これからどんどん始まっていきますので、今日このお知らせをしたのが、旧正月ですね。で、節分で、そして新月の日です。何か、面白いことが起きてくるのかなと、自分の中で意識したわけじゃないけど、こういうふうに喋ってるんで、ぜひ、楽しんで一緒に行けたら面白いなと思っております。ご縁がありましたらよろしくお願いいたします。以上です。ありがとうございます。